テカ。パラステカの豆だと川出です。そしてサナスです。サナスさんは私たちの動画に出てくれます。めっちゃ嬉しい。念願のっていう。いやいやいや、こちらこそありがとうございます。見てます。はい、こちらこそいつも見てますからね。コラボしてほしいって言われてますからね。本当に念願叶いましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は3人で保護司銀座の食べ歩きをしていきたいと思いますので、いいですね、行きましょう。はい、パラスティカ。ちょっと美味しそうなものを見つけたので食べたいと思います。ます。北極メロンパンですって。おお、めっちゃ美味しそう。本当に思ってました。思ってました。このなんか伝わらないあれですよ。北極メロンパンです。メロンパン、うん、すごい。アイス？これはクリームですかね。なんですかね。冷えですね。いただきます。いただきます。もちもちしてる。おいしい。すごいさっぱりしてておいしいですね。おいしい。フルーツが永遠に入ってるんですね。ちょっとこんなの全然わかんないんですけど。全然見えないですけど、この中にフルーツがたくさん入ってるから北極なんですね、きっと。食べるの早いですよ。いや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 、早くないですよ。一緒ですよ、一緒。いやもう全然違います。これ食べて見に行きたいと思います。パラスティカ。いただきます。私小学校で何回も失敗してるんですよ。尻尾を飛ばすっていう失敗を犯してるんで、一回もあるのがコツです。あ、本当ですか。なんとさっき私たちはお手拭きをしました。ナイスお手拭き。ナイスお手拭き。あなたを持ってる間にお手拭き。ティッシュもありますよ。素晴らしい。あ、すみません、もうありがとうございます。絶対これやるんで。これは定番です。しあの新品なんです。しかも、はい、あの新品 の、 あの今日履いた新しい質問なんです。あの新品大丈夫ですか。いろんなところで事件が落ち着いてください、みんな。私食べますわ、ちょっと。じゃあ手本見せてください。ありますよ。豆腐アイス。はい。え、どうです？行きますか？行きます。めっちゃいいじゃないですか。はい。行きましょう。行きましょう。はい。めちゃめちゃ不自然じゃない？めちゃめちゃ不自然。さっき取らない。すごい。豆腐ミルクですって。え、豆腐ミルク。え、めっちゃ美味しそう。塩ミルクもあります。いやー、サナッチさんとアイス似合いますね。マジですか。はい。食べ物似合うみたいな。これ豆腐です。こっちのがいいかな。私のはこれは塩ミルク。はい。はい、これ私のはゴツゴツヨーグルトです。え、どうしてこれ。テクスチャーちょっと固めだったので。はい。なるほど。美容系なんで、うちは。ビューティー系だもん。はい、そうです。いただきます。めっちゃ豆腐だ。え？え？めっちゃ豆腐？え、ちょっとどうぞ。いいですか？よかったら。すいません。
豆腐。おお、おお、口に入った瞬間めっちゃ豆腐なんです。豆腐だ、ほんとなんかね、すごい、なんかこんなに豆腐なんですよ。めちゃめちゃ大豆だね、確かに。美味しい。でも素材の味しっかりタイプでございますね。なんかヨーグルトも本当に飲むヨーグルトまんま凍らせましたみたいな感じで、めっちゃ美味しい。なんかちょっとしょっぱい、うんうん、バニラ、よくある感じの。美味しいですよね。美味しいですよね。よくある感じのね。楽しいわね、あなたたちね。そうですね。はい、美味しいです。どこの？そこの。そこのです。美味しかったですよ、すごく。ぜひ。あ、そうなんですね。ありがとうございます。ニコイチです。私も。はい、なんだニコイチ。ニコイチ。トコシのニコイチ。トコシのニコイチって言うなよ。トコシのニコイチって言い方やめろよ。パラスティカ、サナッチさんと戸越銀座の食べ歩きをしてきました。はい、いつもね、うちは2人で食べ歩きするんですけど、やっぱりね、はいはい、お一人増えるだけで、サナッチさんがいるだけでね、もう倍に楽しくなりましたね。おもろいことばっかりやりましたね。え、本当に本当にありがとうございます。なんか2人とも本当に面白いんだなって思いました。いや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 、そのまんま頭が変なだけだから。サナッチさんのチャンネルは下の概要欄にあります。はい、私たちも出演させていただいているので、はい、皆さん見に行ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。サナッチさんでした。